大木さんと清水美智子さんの Making Sense に続いて、12時からは藤田匠さんがナビゲート東京リアライズへと続きます。ここまでのお相手はハリー・杉山でした。 Have a fantastic weekend! また来週。 And of course a 3, a 2, a 1, 2, nice one! Bye bye! A radio switch. Love you, P5. Oh, yes, we do. Let's move. The late night hours. And this moment is ours. With humor, human warmth, and affection. Everything that makes life worth living. We put these smiles into 15 minutes of making sense.So relax with your hosts, Mitani Koki and Shimizu Michiko. We're making sense all the way to midnight. Enjoy. A sense of beauty. A sense of wonder. A sense of humor. This is Making Sense.皆さんこんばんは、清水美智子です。三谷幸喜です。なぜか昨日から臨終の話がね、はい、臨終話、僕はあの結構見てるんですよ、臨終あの絶対私は見ないでよ、臨終の瞬間絶対行きますよ、写真撮る写真、あのもう一回だからバッと目ひっくり返ったりとかして、もうキャリーとかの真似するかな足首つかないでするかな、それ怖いだ本当怖いよね、冗談でもね、やめてほしいよね伊藤俊人くんっていう僕の劇団の仲間が、うんうんうん、亡くなった時に、はい、みんなやっぱり召集かかって、うん、でもう今日やばいともう本当に突然だったんで、くも膜下出血だったんで、あそかそか、でみんなこう集まって、うん、で続々劇団時代の仲間、西村雅彦とか、うん、梶原善とか、うん、相島とかみんな集まって、で僕はやっぱり本当は辛いじゃないですか、でそんなね、あんまり死ぬような感じの人じゃなかったから、うん、もう死に顔っていうか死にゆく姿もあんま見たくないと思ってて、なるべくドアの方にいてすぐ出られるとこにいたんですよ、うん、で奥にベッド個室でベッドがあって病院のね、でそこで奥さんとか皆さんいるとこに、僕はだからなるべくそこに近寄らないように立ってたんですけど、後ろからどん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 いろんな人が入ってくるから押されて、電車と一緒でね、うん、やっぱり、うんうん、早くしちゃったもんだから、うん、でどんどんどん枕元の方に行っちゃって、うん、うわすごいポジションになっちゃったと思って笑っちゃいけない、うん、あれだったんです、やっぱりね、雨がその日ね突然ブワーって降ってきた時に、うんうん、亡くなった、なんかそういうこう気圧の変化みたいなものがあるのかもしれないですね、科学的に言うなよ、科学です、あいつのちょっとやめて、解明できないものはない、その時あれですよ、河本正広っていう、河本博人さんのお父さん、うん、彼がすごくなんていうんですか、感激屋さんっていうか、うんうん、こうあんまり普通恥ずかしくて言えないようなことを言っちゃう人なんで、うんうん、伊藤くんが亡くなった時に、うん、なんでじゃーみたいなことをみんながいるとこで言うわけですよ、うん、やっぱもう泣きそう、泣いてる人もいるわけですよ、うんうんうん、しかもその河本君のなんでじゃーっていう、あっちの岡山の人だから、うん、で、まあ、本当になんでじゃっていう人いるんだなとかってちょっと思いつつも、三谷君でもだから絶対臨場、私の臨場って絶対来ないで松尾君こうちょっと歯がじみしといてよそして彼がなんでじゃの後に言ったのが、順番が違うじゃろうがって言ったのね、でどういうことかなと思って考えて、例えば息子さんが亡くなって親が言うなら分かるんですけど、順番が違う、何の順番だろうと思って、そしたら劇団の中で一番最年長の小林隆っていうのがそこにいたんですけど、俺かって言ったんですよ、その時本当にもう泣き笑いっていうかどうしていいか分かんない、絶対あんたたちいっぱいに来てほしくないな
さすがに目の前で今亡くなった人の前で笑えないじゃないですか。そうだね。なんで俺かって言うんだよっていう人もどうかと思いますよ。でもなんか逆に伊藤君らしい見送り方だったかなって気がします。ご本人だったら、うん、嬉しいかもしれないね、うん、なんかあの立花隆さんのあの臨死体験とかな、うんうん、あの番組の中でやっぱほとんどの人が、うん、部屋の隅っこに本当にいるって言うじゃんね。言いますけどね。すっごい自分気持ちいいから、うん、どうしたんだこんなに集まってみたいな感じで見てるって言うじゃんね、うんうん、ほとんどの人がそういうコメント残してるから、もしそうだとしたら、うん、嬉しいかもね、うん、こんなこと言ったっていう仲間がいて。なんかうちの祖母が死んだ時は祖母の、そんな時も立ち会ってんの？立ち会いましたよ。あんた悪魔なんじゃない？死神そうですからね。あいつ来るとって子供たちが5人いて、うん、でこう並んで、あ、おばあ様の子孫が5人、うん、そうです、まあ、うちの母と母の兄弟がいて、うんうんうん、でみんなその並んでね、うん、まだその時息があったんですよ、うん、無意識があったかどうか分かんないけど、うん、でもう最後のお別れをしようって言って、やっぱそれってさ、お医者さんに言われて分かるもんなんだ。お医者さんももうそうですね。でまあ変な話見てわかるわけですよ。あ、もうこれはダメだっていう。で、じゃあ順番にね、長女が母なんで、長女から順番にお別れ言いましょうって、うん、母が耳元で、さようならとかって言うわけですよ。うん、早くない？ん？ありがとうみたいな。あ、だって、いや、意外と大丈夫でした、山は越えましたみたいなことになって、いや、もうその後です、もう本当に本当。で、順番に言うんですけど、うん、やっぱり最初に言う人よりも後で言う人の方がいろいろ考える時間があるじゃないですか。だから下に後になるほど長くなるわけですよ、言うことが思いつくから。そしたら母一回もう言い終わって席を離れたんだけど、うん、後の弟たちがもっといろんなことを言い始めたから、も自分ももっと言いたいってなって、うん、2列目また2巡目に並んでそれとこの間のことだけどってちょっとあとねあとねとかってあれも懐かしいよねっつった結局3巡ぐらいしてましたけど。へえ、仲いいですね。でも、うん、うちの家系は仲のいい人たちですね。そうですね。しかも5人の兄弟が、うん、みんなまだ生きてますからね。遺産の取っ組み合いの喧嘩もなく、遺産なかったですからね。あ、そうなんですよ、うん、でもこの間新聞を広げて読んでたら、はい、遺産がないから喧嘩ないと思うなって書いてあった。なきゃないで喧嘩あるんだってね感じ出てると思った。わあ、なんかわかる気がします ね1000万以下の方がなんか揉めるみたいなこと書いてあって、へえなんて思いました。この間大砲が亡くなったじゃないですか。はい。で僕の、あ、三谷さんの名前出てたね。そうなんです、僕の名前って大砲浩紀さんからいただいてるんですよ。それでだからそこまで似てんだ。4分の3同じだったね。谷幸喜まで似てます、同じですから。本当は内野幸喜さんですから。でネットのニュースで僕見たんですけども、うんうん、逮捕死去、うんうん、三谷幸喜氏も名前をもらっているみたいな見出しだったんだけど、うんうんうん、ちょっと文章が行が変わるのが変なところで変わってたから、逮捕死去三谷幸喜氏もってなってて Yes, the great Yokozuna Taiho passed away on the 19th of last month, and it seems that he and Mr. Mitani shared a first name.